ビクター・エンリケ・ロブレス・ブリトーは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ州、サント・ドミンゴエステ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2013年7月にワシントン・ナショナルズと契約してプロ入り。2014年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ナショナルズでプロデビュー。47試合に出場して打率。 313,3本塁打、25打点、22盗塁を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズと A-9、オーバーアンダブルデイズでプレイし、2球団合計で61試合に出場して打率。352,4本塁打、27打点、24盗塁を記録した。2016年は、ルーキー級、 ガルフコーストリーグナショナルズ、A 級、ヘイガーズタウンサンズ、A 級ポトマックナショナルズでプレーし、3球団合計で110試合に出場して打率。289本塁打、42打点、37盗塁の成績を残した。2017年、開幕は A 級ポトマックで迎えた。6月28日には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。 7月には A 級ハリスバーグセネターズへ昇格し、マイナー2球団合計で114試合に出場して打率310本塁打47打点27盗塁を記録したロースター拡大後の9月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると同日のフィラデルフィアフィリーズ戦にて代打でメジャーデビュー5番中堅守で 初めて先発出場した10日の同カードでは6回裏に、ベン・ライブリーから、メジャー初安打となる二塁打を打点付きで放った。最終的に13試合に出場して打率、254打点を記録した。ポストシーズンのロースターにも入った。ポストシーズン終了後には、アリゾナ・フォールリーグに参加した。2018年の開幕は、トリプル A 級シラキュース・チーフスで迎え、 開幕後4試合で打率。385と好調な滑り出しだった。しかし4月9日の試合で肘の過信点を追い、離脱した。7月7日にルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズでリハビリ出場した。その後、トリプル A 級シラキュースに戻った。ロースター拡大後の9月7日にアクティブ、ロースター入りした。9月17日には初本塁打を放った。 最終的に21試合に出場して打率、288、3本塁打、10打点を記録した。翌年の新人王受賞資格を残した。2019年は、小中堅守として155試合に出場して打率、255、17本打六65打点、28、盗塁を記録。25支球はリーグ2位で、 ハードヒット率が24.9%でリーグで最も低かった。守備面では DRS22 は中堅守としてリーグトップだった。ポストシーズンでは地区シリーズ第2戦で負傷して離脱するもチャンピオンシップシリーズ第2戦で復帰。翌日には本塁打も放ち、球団史上初のワールドシリーズ制覇に貢献した。新人王の投票では6位だった。 2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンとなった中で52試合に出場し、打率220に終わり、超打率はリーグ最低だった。また、守備も DRS やウザーはマイナスに落ちた。本物のモツールプレイヤーになる可能性を秘め、特に強権と瞬足の評価が高い。支給は多くないが、選球眼も上々である。 スタッドキャストによるスプリントスピードで30.9フィート秒を記録し2017年のメジャートップであった。ありがとうございます。